供のいじめは不可能だ。終わりだ。これで突破するな。どこだ。終わりだ。何かの役には立つだろうさ。あの向こうに見えるのは何だ。城か。リエゾとは別の鋭の城ね。別の。当然か。鋭は5人いるんだったよな。まだ先は長いわ。リンウェルだったな。よろしく。その白いのをずっと連れてるのか。白いのじゃなくて。ここからでも来た。いけ。もう運ばれているぞ。冷静になれ。もう一人だ。そのようだ。遊びかけるぞ。小物に時間はかけてられないわ。ああ、どんどん倒すぞ。邪魔ないな。今のは高ぶったな。さっさと片付けましょう。魔人戦昇竜。状況が逆転したら敵はバッカ押し切るわよ。ああ、もう一踏ん張りだ。終わりだ。レイ魔王を得るか。やだ。どこだ。終わりだ。また一つ乗り越えたな。ああ、自由の味はどうだ。悪くない。フルフー、フルフー、どうしたの、フルル。あれは こっちに気づいた。飛び回るズグルか。厄介だぞ。私には関係ないわ。シオン、撃ち落とすからその隙に仕留めなさい。飛び回る敵も撃ち落としてしまえば取るに足らないわ。分かった、任せてくれ。マグナビ、うん、あのズーグルども、何を襲っていたんだ。こいつは、何。いや、ついでにしただけよ。倒さなければ先に進めそうになかったし。何が気に入らないのか知らないけど、私に触らない方がいいわよ。頼まれたって。リンウェル、シオンはそいつの傷を治してやったんだぞ。そんなの。フルルロン、フルルロン、はい。ああ、フル、フル。なんだか会話してるみたいだな。喜んでるんだと思う。他のフクロウに会ったの多分初めてだから、もうフルル以外にいないのかもって思ってた。あはー、あ、フルル、せっかく会えたのに。現にまだいたんだ。またどこかで会えるさ。うん、そうだね。ね、フルル。フル。力の差も測れなかったのね。きつくなったら言えよ。
ここにもフクロウ。意外といるもんだな。シオンはよく毎回あんな。どういう意味？俺は力任せに叩きつけるだけだ。それに比べて、なんていうか。別にそんなこと、単に銃がそういうものだって言うだけ。当たらなければ何の意味もないし。やっぱり意識して狙う急所とかあるのか？それほど意識しているわけじゃないけど、例えば、あと翼もないくせに飛び上がる敵もいい的ね。避けられるし、あなただって自由に飛び回れない敵の方が仕留め。ああ、ひらひら好き勝手飛び回られるよ。戦いで敵の動きを封じるのは、まあな。おかげでうまく気絶させてくれた時は素材とかも。別に礼なんていらないわ。ちゃんと戦ってくる。ここを抜けるのね。どうしたんだ？ああ、すまん。それ指輪？女房の形見だ。女房って？意外か。形見ってことは、ないや、病気だ。薬が手に入らなくてな。あいつにも見せてやりたかった。このジルファ。気にするな、言っておいてなんだが。別でも行くぞ。階段や柱。俺もここに来るのは初めてだからな。レにしては随分ボロボロじゃないか。知らないし。ここダナの遺跡だよ。ほら、柱の装飾とかさ。つまりここは300年以上前に作られたと。何のた俺たちの先祖もこんな。いつかまたダナの人たちがここを。しっかりしろ。そのために。そうか。手ごわそうだが、やるしかない。傷を負ったら言いなさい。終わりか。下げろ。やつは僕に注意しろ。終わりだ。俺にも月が回ってきた。手ごわそうだが、やるしかない。傷を負ったら言いなさい。どういうことこれ。やっとすまてやる。大手に今止めるすげえ。やっとやっと終わりだ。すまんな。それを飛ぶやつか。私ならわかる。わかった。まさか石像のふりをするズーグルがいるなんて。ズーグルは自然の生き物じゃないらしいからな。ずいぶん冷えるな。外はあんなに暑かったのに。多分シスロディア側の寒気のせいだと思う。カラグリアとはまるで違うよ。覚悟しておいて。そいつは大丈夫なのか？フルルはもともとシスロディア生まれなんだ。多分緊張しているんだと思う。私以外の人とあまり接することないから。リンウェル、シスロディアについてもう少しこいつらに教えてやってくれ。あ、うん、そうだね。まず他人に気を許さないこと。なんだって？言葉通りの意味。どこに蛇の目がいるかわからないから。向こうじゃスルドの手下をそう呼んでるそうだ。
本当は観察局の執行隊って言うんだけどね。どこにでも手先を潜ませて私たちを見張ってる。レナの監視ならカラグリアでも普通のことだったぞ。シスロディアじゃレナ人だけでなくダナ人もお互いに見張ってるんだ。蛇の目の下で働くやつからただの密告者までいろいろだけどね。ただ密告されたが最後強制労働行き、申し開きなんて聞いてもらえない。でも密告した方はご褒美にありつける。だから相手より先に密告しようとみんなお互い隙を伺い合ってる。それで他人に気を許すなか。俺たちはいいのか。それはでもアルフェンたちはシスロディアの人じゃないし、地元よりよその人間の方がまだ信用できる。シスロディアのダナ人はなぜそんな状況を受け入れているんだ。誰もが戦えるほど強いわけじゃない。だから俺たちみたいなのがいるんだ。また一つ乗り越えたな。ああ、自由の味はどうだ。悪くない。困るわ。ああ、答えてみせるさ。弱いのいずれは不可能だが。やれるわ。よくでいけそうだ。くらえ。やめなさい。私に任せて。すまんな。マジで。火の精霊。今。バーンストライク。はあ。はい。次。決めてやる。水の力で。受け取れ。すまんな。レンガだ。何かの役には立つだろうさ。
容赦しないわよ。終わりだ。緑が勝った。見せてみろ、お前の力。魔物に時間をかけて。どんどん倒す。邪魔ないな。炎と俺の技合わせれば何倍もの力になるわ。片付いたわね。行きましょう。ああ、問題ない。加減を見誤った。あのズーグルならやめておきなさい。力不足か。炎の剣は無事か。無理。問題なさそうな相手だ。炎よ、どこだ。アフレットだ。受け取れ。はい、アフレットだ。優勢になる。なしなら落とせるわ。逃がさない。くれ。次、受け取れ。緑の剣だ。燃えろ。だったら言えよ。これは何だ。これ本で見たことある。貴重なものだよ。お前物知りだな。邪魔よ。どういうこと。終わりだ。トルネード。
戦の結果よ。もう少しで出口。そしたらし、どうした？また考え。俺たちはビエゾを倒してカラグリアをレナから解放した。苦しんでる同胞を助けてやりたいとは思う。だけどいい質問だ。数でならダナはレナを圧倒しているが、武器を取る者は少ない。その武器にして仮にスルドを全員倒してダナ全土を解放できたとしても、まだレネギスとその今連中が本腰を入れて反撃してきたら俺たちに勝ち目はない。そんな、じゃあ明日の敗北のために今日の勝利を捨てる必要はない。戦うことでその一日を使って明日勝つためにできる。より現実的な話をすると、連中がその力があるのに俺たちを一掃しないのは、だから連中が本腰を入れる前に十分な力をつけ交渉の場に引きずる。レナと交渉するの？気持ちはわかる。だが俺たちが生き残るにはそんな話は終わった。シオンはどう思っているんだ？全ての私たちは同じ目的のために戦ってるわけじゃない。答え、ここがシスロディ。主婦まではどのくらいだ？まだだいぶ先だよ。ズーグルもカラグリアとは違う。わかった。これは離れ、ああ密集して襲われても銃では反撃しにくいでしょ。そうか。なんだよか、あのね、ここは敵地よ。いつまでも浮かれ気分に浸ってもらって。気にするな、あいつなりの。それに考えてもみろ、茨があるあいつに関わろうと、そんな相手に痛みを感じないからってお前は近づきすぎ。そういう、 あいつは一人でダナに来たんだ。だが一度でも故郷を思う素振りを、いや、それだけであいつが並ならぬ。そうか。それを含めて支えてやるのもお前、これから長い付き合いになるだろうしな。仲良くやれよ。仲良く、さあ行くぞ。別に仲がいいってわけじゃないのは分かったけど、この人たち大丈夫なのかな。弱い者いじめは使うのだ。緑の炎、やれ、そう、やっと、はぁ、流星を巻き込め、決めて、出させなければ負けない。俺にも月が回ってきたな。ズーグルもカラグリアのとはだいぶ違うんだな。寒い国だからね。それに合わせた種類なんだと思う。リンウェル、あまり前に出るな。大丈夫だよ、来る時だ。いいから下がっていろ。そんな、ダメだよ。お前が倒れたら案内役がいなくなる。それに危険を。でもお前にはこの国の抵抗組織とつないでもらう、うん、でも確かにどうやって通り抜けたの？ズーグルに全く。何かうまく隠れるわ。あ、うん、そうそう、わ、そうか。何せよすばし、炎よ、巻き込め。
まないな。少し温まっていくか。人がいるじゃない。休める時に休むだ。仕方ないわね。なあ。うむ。ちょっと、あれ、そうね。うむ。ああ。ええ。いいな。そうね。おう。シオン、満足したか？ええ、十分よ。あれだけ食べたら満腹にもなるか。腹八分でやめておいたわ。え、どきなさい。ドクダッチ、これで忘れな、はい、祈れ。ドクダッチ、部屋、昇竜と火の精霊術、あげろ。少し、この調子で消えるぞ。言われなくても分かってるわよ。不満な、くらえ、決めてやる。はい、やろう。火の精霊術よ、あげろ。ファーストライク。行きましょう。どきなさい。囲われているぞ。冷静になれ。決めてやる。罪深き者に裁きを。あげろ。信じた。やるか。すると、ね、決めてやる。はい、うっ、ため宇宙緑の勝つな。やっと全員が決めてやる。くらえ。
後はそうだが、やるしかない。傷を負ったら言いなさい。終わりだ。すまんな。どういうとき追い立つ。まるない。水の力上げろ。昇竜突。大王石器の私に任せて。逃さない。死ぬだ。そのようだ。挟みかけるぞ。また一つ乗り越えたな。ああ、自由の味はどう？悪くない。それにしても山一つ越え、そんなに違うのか。カラグリアは熱かった。俺は見た目の違いしかわからない。自覚できなくても体は、そうか。くしゃみが出たらさ、くしゃみは風の引き始めというわよ。寒さを感じないなら口。今のはいや、俺のとはだいぶ違ったけど。違うって言ってるでしょ。お互い体調管理には気。もうカラグリアに後ろ髪を。いや、むしろほっと。誰も彼も見ず知らずの人までが俺のことを前から知っていたみたいに話しかけてきて。それだけのことをしたんだ、お前は。レナのするけど、それは炎の剣があったからこそだ。リエゾのもとに。それでもリエゾを倒したのはお前なんだ、英雄だなんだと。俺はそんなもの求めていない。そんな。変わっているな、お前。本当にそう思うならその感覚を大事にしろ。迷った時はそうすれば見失わずに済む。俺が正しい。